えっと今日皆さんにお伝えしたいことですけれども、とりあえず今日本の状況をですね。お伝えしたいと思っております。あと、あの私たちは hiv エイズと共に生きる人々と共に生きている医療者であります。えっと、H、hiv エイズと共に生きる人々、そして私たちその人たちと共に生きる。 医療者、人々が今、どのようにしているのか、と少し実情をお話しさせていただければと思っております。最後に、エイズ予防指針に込める思い、私たちえイズ予防指針を作った小委員会があるんですけれども、その委員が込めた思いというのを少し紹介させていただければと思っております。まず最初に我が国の状況を、私のエイズ同行委員会の委員もやっておりますので、一応こういったところでお話ししなければいけませんので、伝えさせていただきます。毎年、HIV に感染した人が出ますと、私たち医者は届け出をしなければいけません。 これは法律去年のこ、ねえー、としの昨年昨年の年末までに、えー、と報告された件数というのが2万7443件になっております毎年、えー、とおよそ1400人ぐらいの方が新しく報告されるんですけども、えー、と2016年は1448件の報告がありましたそして先ほど岩谷先生のお話の中にもありましたが HIV に感染してその感染を知らないまま エイズを発症してしまったという方がそのうちの3割ぐらいを占めるということがわかっております。私たちはこの3割をいかに少なくするかということにもえっと重きを置いてえっと活動しようと思っております。今一応私たち厚生労働省的にはですね、感染者は横ばい減ってはいませんよという立場です。横ばいであります。 これをいかにこう少なくしていくかということをこれからやっていきたいこの五年間どうやってやっていくかということをやってきたのがえっと私たちそのえっと同行委員会でありえっと証員会でありえっと予防指針をえっと作ってきたえっと行政側の立場医療側の立場の人間の思いであります多くの方は実は外国から来た病気と思っていらっしゃるかもしれませんけれども今日本の HIV に感染している人 HIV と共に生きる人々というのは日本の方です。 そして多くが男性です。で、その多くが同性間の性交渉で感染した方です。まあ男同士の性交渉で感染した方がほとんどを占めております。女性は妊娠をすると妊婦さんの検診で HIV のチェックを受けます。そして子宮頸がんとか乳がんの検診に行くとお医者さんは別に儲けを狙うわけじゃないんですけども HIV もチェックしませんか。なぜならば 子宮頸がんのパピローマウイルスというのは性交渉によって感染するウイルスですね。で、HIV も同じなので、一緒に調べませんかとお声がけいただけるようです。しかし、男の人が検査をする機会は非常に少ないですね。男性が主体なんですけども、実は男性が検査をする機会は非常に限られています。吉尾さんと恵子さんの話もありましたけども、実は男性のそういった機会は非常に限られています。 同性間性交渉の方が多いというふうで、少しまあ特殊の方が多いというふうに思ってらっしゃるかもしれませんが、別に私たちの患者さんも、奥さんがいて、お子さんがいてという方もいらっしゃいますが、その方たちもよく伺うと、同性間の性交渉で感染しているという方が少なくありません。そういった方たち、調査もありますけれども、決して世の中少ないとは言いません、言えません。なので、普通の人がえと普通になる大人であれば、 普通になる可能性がある疾病だということを少しあの頭に留めておいていただければと思っております今私たちは今日本のですねこの日本の中にどれぐらい HIV とともに生きている人々がいるかということをと考えています推計しようと思っています 報告としては2万7000人ぐらいの方がいらっしゃいますけれども亡くなった方、まあ、外国の方がいて帰った方とかいらっしゃいますが今現実に日本に今の時点でどれぐらいの方が HIV とともに生きているか病院に行っている人感染を知らない人全てを推計しました、えっと、東京大学の名誉教授でいらっしゃいます岩本愛吉先生と、えっともにやった仕事の紹介になるんですけれども献血のデータから推計した数字ですけれども ボンと言っちゃいましたね。2万6670人、2万7000 70、まあ、人ぐらい、さまざまな推計があるんですけれども、おそらく3万人未満でしょうというのが、私たち研究者が思っていることです。この2万7000人ぐらいの方が今、日本で現実に HIV とともに生きているというふうに考えております。その人たちのほとんどが実は、エイズ治療拠点病院というところで治療を受けているということも分かっています。 全国に今383箇所あります。私たち名古屋医療センターというのは、東海ブロックといいますけれども、愛知、文枝、静岡4県のエイズ診療の拠点、えー、とブロック拠点といいまして、総本山です、えーと。それから愛知県の中核拠点病院といいまして、愛知県の中心となって、HIV、エイズの問題に取り組む病院になっております。えー、とそういった病院が383箇所あります。 えっと、いろいろな実はです、ね、別に a i ズの拠点病院がです、ね、必ず見なければいけないというわけではなくて他の病院も全部見なければいけない、まあ、見る病気であるんですけどもその連携の要であります、えっと、全国にこんなにたくさん病気、えっと、病院があって、えっと、こういった一夜人を共に生きる人々の診療に取り組んでおりますそこで今どういったことを目標にしているか実はこれ世界の目標でもあります u n a i ズといいまして国連合同 AIZ 計画というものがです、ね、こういった目標を立てました 先ほど今およそ2万7,000人ぐらいの HIV に感染した人が生きてますよということがお話ししましたけどもそのうちのほとんどいわゆる90%の人が自分が HIV に感染しているということを知りましょうとで HIV に感染する人が分かったら感染していることが分かったらそのうちの90%の人がきちっと病院に行って治療を受けましょうと治療を受けている人の90%がきちっとウイルスを抑制できるようにしましょうと。 90%診断をして90、90%治,治療を継続し90、90%治療を成功させましょうと、90、90、90と言いますけれども、こういった目標を世界で実現しましょうとで、私たち日本の医療者もこれに向けて取り組んできました、その結果をお話しします、383か所の拠点病院、にほとんどの患者さんが通ってらっしゃいますので、私たちはそこの病院に調査をかけました。 360か所の病院から十分な情報が得られましたのでこれからその情報を提示しますけれども全国の今、エイズの拠点病院に定期寸院中の方360施設ですけれども2万615人いらっしゃってそのうちのおよそ92%の方に治療が入っていて継続されておりここが驚くべきところなんですけれどもそのほとんど99%ほぼ100%ですの方がウイルス量が検査でわからないところまで抑えられてますよという結果が出ました。 もうこれは世界のチャンンピオンなんですねチャンンピオンデータになりますすなわち何が言っいたいか日本で HIV に感染しているとことが分かりエイズ治療拠点病院で適切な時期に適切な医療者と適切な方法で治療を開始すれば HIV というのは薬で必ず治療で必ず制御することができるそういった国ですよということになりますグラフに表すとこういった形になります この一本棒ですね治療中の定期寸置の方治療中の方治療が成功した人、ね、およそすべての人がうまくいってるっていうふうだとこのおよそ同じ高さになると思ってくださいさあ日本全国2万7000人ぐらいの方がいらっしゃると言いましたけども実はあの全国でおよそ今2万人ぐらいの方が通ってらっしゃるというふうにお話ししましたけども東京が一番多いんですね東京都が8000人大阪府が4000人でこの辺りが2000人ぐらいなんですね。 でおよそ愛知県には1,500人ぐらいの定期受診者の方がいて静岡県に400人三重岐阜に100人ぐらいというような状況ですそこでですね例えばあの他にももっともっと少ない100人ぐらいしかいない県だとか本当に2桁しかいない県とかあるんですけども一番大事なここで実は言いたかったことはですね日本で別に1万人のところも1,000人のところも100人のところも10人のところも 病院でいえば私たちのところには大体1000人ぐらいの1500人の方が通院していらっしゃいますが1500人通院している病院も1人しか通院していない病院もどこの病院でも実は等しく最高の治療成績を示していますよということを実はお伝えしたかったんですが日本全国拠点病院であれば最高の水準の治療を差なく格差なく 受けることががでできる、それが日本の状況であります。ここまでお話をまとめますとまず新しく HIV に感染する人およそ大体いい毎年1,400人から1,500人ですけども横ばいであります決して少なくなっていません減ってはいません終わっていない病気問題だっていうことを知ってください。 現在は、現在ですよ他の国は異性間性交渉の方が実は多い国が結構多いんですけれども、日本は、えっと、同性間性交渉で感染した日本国籍男性が、えっと、主体に主体ですよと、HIV に共に生きている人は主体ですよと、日本で、えっと、診療になっているのは拠点病院になりますけれども、そこではどこでも、どの病院でも、高水準の医療を提供することができますよと。